や、撃ってる。いや、これ強いぞ、普通に。威力強い。いいね、これ。しかも、結構距離長いよ。てめえ。うい。はい。はい、弱いな、なんだ。オッケー。よしよし、削った。こんだけ削れば十分だ。ほら、来いよ。どうした？ほら。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきと申します。エルデンリング初見実況攻略、本日もやっていきたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。エルデンリングをね、初見で攻略しております。皆さん、よかったら見てってください。それではね、まずステータスの確認から、レベルが42になってます。生命力、持久力を上げて、金、技、筋力、技量ですね、が18ずつ、上質というね、まあもう、捨て振りになっております。主人公はですね、ダークソウル2のヒロイン、ルカティエルというキャラを作って、まあ大体ダークソウルを遊んでます。皆さんよかったらルカちゃんとお呼びください。素性はですね、スカンピンですね。はい、スカンピン。持たざるものですね。いつもこのスカンピンが詰まるんだよな。はい。で、装備はですね、愛用武器は今これです。猟犬の、長牙、長牙。あとね、フレイルも好きなんですけど、今ちょっと一回しまってます。なぜなら重くなっちゃうんで、持てません。はい。で、なんかね、このね、湿地騎士の盾っていうのを取ってたんで、これをね、今装備してます。これなんか結構強そうですね。これ今回からデビューさせました。はい。で、前回ですね、ここのゴドリックっていうボスを倒したんですが、僕ね、多分ね、結構すっとんきょうなこと言ってて、マギールの弟子じゃないかとか、なんかいろんなこと言ってたっぽいんですけど、どうやらここの王様ですね、ゴドリック王っていう王様だったみたいで、すいません。もうめちゃくちゃなこと言ってました。はい。初見なんで許してください。で、なんかこれ多分ね、道案内してくれた奴隷くんなんですけど、それに俺はもう自由だ、やりたいことができるんだ、うん、そうだろあんた。ということで、なんかね、ゴトリック王にめちゃくちゃ恨みがあったみたいで、なんか踏んづけてんだよね。すごい、あったもん。ここ戻ってきた、なんかやっててすごいよね。ずっとやってる、これ延々とやってんだよ、これ。はい。でね、どこへ行ったらいいかちょっとよくわからなくて、おそらくこっちの先に行けるようになってるっぽいんですが、今日の一応目的としては、一回円卓に戻ります。円卓に戻って、なんか変化ないかなと思って、ちょっとチェックこれつけちゃったんですけど、円卓に戻りつつ、上に行くのいいんですけど、今回はね、ちょっとね、この下を攻めていこうかなと思ってます。下。下もね、なんかこの光が伸びてるんで、まあおそらく下にも何かしらあるんでしょう。おそらく。なので、おそらくこれもストーリーっぽいので、今回はね、下を攻めていきたいと思います。それじゃね、まずは円卓へ行きましょう。さあ、戻ってきたぞ。戻ってきたっていうか、久々に来たな。でね、あ、そうそう、この人ね、これ。この人なんだけど、この人なんか不思議な騎士。なんかね、頭抱えてんだよね。胸から頭が出てる。頭なのか、これ。女の人？なんだろう、なんか出てんだよ。なんか不思議な鎧だよね。この人ね、実は、僕ちょっとね、撮影できなかったんですが、こっちのね、上の、ここですね。呼び水の村っていうところの行く前、この辺でね、出会って、ここには行かない方がいいって言われたんですけど、行って、ここにね、ボスが一体倒しちゃったんですよ。で、なんかこの人が、なんかお世話になってる人みたいな。人がいるらしくて、それがね、ここにいるんですって。この転送も。ここに行けば、その人に会えるから、こう、紹介してやるって言われたんですけど、まだね、この転送もは攻めてないです。っていうなんか不思議なキャラ。何か誰かに使えてたっぽいんだけど、目的ができたから、まあ、その人の使えるのをやめるって、で、代わりに、エルカちゃん、お前が使えてくれないかっていう感じらしいです。話します。ああ、聞こうか。まだゲランドには会っていないようだな。そう、転送も言ってないからね。まあいいさ。気候を好きにするといい。グラングが飢え死にしないというのだから。ね、なんだろう。ちょっとこれ行った方がいいかな、グラング。ちょっとなんか飢え死にってなんだろう。なんか会わないと死んじゃうのかな。他になんか。で、まあいいや、とりあえず、円卓に来た理由をですね、ちょっとコメントでいただきました。鍛冶屋さんの下のね、鍵が開くっていうことなので、そこをね、ちょっと今日は開けたいなということで、こっちだよ多分ね。グラングがなんか餓死しちゃうってどういうことなんだろう。なんかお腹がすいちゃう、なんかご飯持ってきてみたいな感じ。ここですね。これなんかね、いくつか開けてたんですけど、
ここ初めて来た時、ここに石剣の鍵を使うって気づかなかったんだよ。OK。 おー、やっぱこう、何これ、ここも石剣、あ、ここも石剣だ。石剣すごいね。じゃあ開けていきます。うわ、ワクワクするな、こうアイテムね。クレプスの黒鍵、黒鍵の杭。なんだこれ、ボウガン、これだ。お、筋力14、技量16、全然持てますね。長い台座を持つ黒色のクロスボウ、狙撃用であり射程距離が長い。円卓の暗部として日本指に使えた。クレプスの獲物であった。足を大きく上げ切り上げ、キックか。え、お、長っ。これ強いんじゃないの、撃てる。あ、ここ撃てないんだ。え、これちょっと今日使おうか、せっかくだしね、下攻めるときに。あ、石剣の鍵がない、鍵ない。ちょっと買ってきましょうか、鍵ね。よし、買ってきました。行きましょうか。おー、楽しみ。次は何のアイテムだろうね。なんか防具欲しいんだよな。全然服がなくて、かわいい、かわいい、かっこいい服が欲しいですね、ルカちゃんに。そろそろね、開けます。はい、なんだろう、暗部の祈祷書、これはなんだ明らかにがっかりした言い方。なんだこれ、全然なんか欲しかった感じと違うな。どれだろう、キーアイテム。あ、これだ。祈祷の死に渡すことで祈祷が、あ、信仰が増えるみたいなやつか。これ以外ないのか。あ、なさそうですね。うん、ないですね、ここはね。じゃあもう戻るだけかな。意外とこの2個しかアイテムない感じだったのかな。俺よく見逃すからな。特に円卓はこれ以上おかわりはないかな。あの黄金の騎士みたいなのがここに加わってるだけであって、特にこれ以上なんか変化が起きるかなとか思ってたんだけどな、ゴドリック倒したら。あれ、ここ開いてたっけ。おい、ここ、何、キモキモ、何これ、なんだこれ、生きてる、これ生きてるぞ、なんだこれ、ピースマン、ピースマンだこれ。あ、なんだ、バッパーさんいた、気づかなかった、ごめん。また新しい遊び人だね。よく来たね。私は指読みのエンヤ。エンヤ。大いなる意志の使い、指様の言葉を伝えるバーサね。見てごらん。指先が増えている。ダイルの主たるあんたを歓迎しているのさ。やっぱ指なんだ。やっぱ指なんですね、これね。さ、指さばの言葉を聞くがいい。お、偉大なるエルデンリングはアーガンガンリンス、それは世界を律し、世界は生命は祝福と幸福を謳歌する。私はね、年金暮らしで、砕けぬ意志を持って毎日あのユーバーイーツ頼んでるわ。ロシアもなく壊れている。おー、なるほど、世界が壊れていると、呪いと不幸が蔓延ているのだ。だが大いなる意志は世界と生命を見捨てない。大いなる意志って何なんだろう、ちょこちょこ出てくるよね。お主たち汗びとに祝福の導きをもたらし、使命を与えたのだ。汗びとよ、お主の持つダイルーンはエルデンリングの大鍵。大事なものなのか、ダイルーン。それをもう一つで、もう一つ必要。そうですか。そしてエルデの王となり、黄金の律を修復するのだ。指様の言葉を忘れないぞ。日本指に触れる、大丈夫、触れてみる。あ、なんかもらった、光悦。お、あ、それとあなた、どうやら黄金の追跡を持っているようだね。デミゴッド、そして偉大なる英雄たちは、お、
滅びてなお黄金樹に追憶として刻まれる。それはこうした代物さね。そして追憶はその主の力を宿している。もしあなたがそれを手にし振るうことを望むのなら、わお、ユリ様のお力を借りてあげるわよ。何、躊躇することはないわよ。ちょっとまだか。ユリ様は導いておられるあんたたち遊びとか奪うことをね。はい。あ、大ルーンです。追憶から力を得る。追憶の力メニューでは、追憶からその主の力を得ることができる。一つ追憶から得られる力は一つであり、力を得ると追憶を失われてしまう。あ、まあ、ソウルみたいな感じか。でかい。でかいソウルね。はい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 。まあ、武器にするか。何か、すげえな、これ。ちょっと待って、これ、飛竜ってこれ腕につけるってこと？得られる力、どっちかしかないってことね。あ、要するに交換ね。ソウル交換ね。錬成ね。錬成武器ってことですね。はい。了解しました。じゃあ、ちょっとね、じゃあ今回予定通り、下を攻めていきましょうか。この下をね。下を攻めて、どれくらいになるか、行っていきましょう。ふぅ、着いた。さあ、ボンファイアリット。さてと、南の方を攻めてますが、ん？誰かいるな。これは兵士の死体？お姉さん。お姉さん。どなたか、そこにいらっしゃるのですが、どうか私の話を聞いてください。私の名はイレーナ。南にあるモーンの城から逃げてきました。城の重木たちが、私は生まれつき目が早く、すいません、飛ばしちゃいました。ごめんなさい、指が滑ったんです。はっきりとは言いませんが、あちこちから恐ろしい雄たけびが聞こえていました。お父様は私を逃がしてくれましたが、お父さんがいるんだ。ご自分はまだ下へ残っています。それが首相たる務めだと。お父さんが残ってると。ほう。お父様が心配なのです。獣木たちは怒り、私たち皆を憎んでいます。獣木ってなんだ？共に逃げてきた者たちも彼らに襲われ誰もいなくなりました。モーンの城もそうなってしまいます。どうかお願いします。手紙を城に残ったお父様に届けていただけないでしょうか。ああ、お手紙を渡してほしいんだ。お父様に城から離れて生きてほしいと。城も明け渡してくれということか。任しといてくれ。可愛い子ちゃんの望みは聞く。それが可愛い子ちゃんのルカティエルド。イケメン、勇気の矢打ってるな。いや、これ強いぞ、普通に。威力強い。いいね、これ。しかも、結構距離長いよ。はい。うん、いいね、いいね、いいね。おー、強い強い。これは結構使えるぞ、多分。何？笑うてるぞ。なんだこれ、笑うてますね。いや、すげえのいるな。なんだあれ。次打ったら行こう。しかもゴー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 、いけいけいけ、トレント、てめえ、うい、はいはい、弱いな。なんだ、柔らかいぞ。どうしちゃったのこれ。このゴーレムの大弓、多分装備できないんだろうな、これ。いや、でも筋力意外とあるからいけちゃうかも。ダメだ。24、18。ガーディアンゴーレムの獲物、最も奥を引き絞る力が必要。脳筋の弓ですね。これはちょっと装備できないですね、さすがに。敵だ。それ敵か。え、強そう。あ、ちょっと待って。何、どういう感じ、これ。うわぁ、なんだ、なんか引っ掛けてきた。あ、弱い弱い弱い。いや、よかったよかった。柔らかいわ、柔らかいわ。はい。はい。怖っ。これ何、何？何引っ掛けられてるのこれ。毒？はい。そのアイテムをよこしなさいわ。いやー、オッケー。これ何？あー。まあ、鍛える石。
アルテリアの葉。なんだ、何してたのこれ。海水浴バーベキューか。モーンの城、何それ。モーンってすごい量いるね。待って、迂回するか。あー、すごいいる。すんごいすんごい。犬じゃねえか、この野郎。そうするね、きてえな。この野郎。バルコンか。ん？なんかこれ、城の中からも落としてるな。いや、ここでね、やっぱ今回はね、この、目玉となっているこの俺が手に入れたボルトが生きてくるわけですよ。はい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 、いいねー。はい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 、いいねー。強い強い強い。はい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 、いてていて、オッケー。はいはいはい、ちまずいな。はい、なんだなんだお前、なんだお前は。いいよ。はいはい、全然当たんねえな。いけえな。なんか跳ね跳ねてるじゃん。なんなのこいつら。ちょっとなんかチクチクやったけどキリがないから普通に戦っちゃいます。その方が早いわ。俺来いよ、クソ犬。相手してやるよ。何考えてんだか知らねえけどな、そんなレベルだよお前ら。おい、楽しそうだな、随分な。こんにちは。一発。あ、なんか手剣いる。あ、やばそうだね。なんか、こいつやばそうだ。うわ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 。だるだるだる。オッケー。よしよし、削った削った。こんだけ削れば十分だ。ほら、来いよ。どうした？ほら。ほら。ほら、来いよ。お前だけだぞ。その攻撃はちょっと硬いな。結構思ったより硬いじゃねえか。残念。はいはいよ。あれ、今押し取りたかった。危ねえ。こいつは意外と硬いな。オッケーオッケー。蝶々蝶々ゲット。蝶々がね、火炎壺とかになるからね、結構いいんですよ。取っとかないとね。うん、蝶々。なんだ、鉄の、鉄の火事。あ、これか。ほうほうほう、こいつらの武器か。おお、あ、面白い。なんか包丁みたいな。戦技は。なんか強そうだな、これ。普通に出血とかついてないけど、なんか使いやすそう。攻略で振り方がいいね、これは。ディアブラ一緒っすね。こっち行くかこっち行くかだよね。あ、なんかでけえのいるな。あれはなんか強そうだな。やっとくか。こいつも強そうだぞ。明らかに強そうだな、こいつは。先にやっとくべきだな。お前か。なんだ、かぼちゃ頭か。オッケー、出血。神殿石。いいね。なんだ、カボチャ頭か。知らねえやつかと思ったら。はい。オッケー。おやすみ。こっちで合ってんのかな。ちょっと待って、向こうも入るとこあったから向こうも見ていいですか。これはどっちなんだろうな。道が迷うな。ただすげえ一言言っていいですか。めっちゃ楽しい、ここ。痛いだ。バンザーイ、バンザーイ。
バンザーイ、どすこい、飛んでる飛んでる、ついに、ついにしまいに飛び出したぞこいつら。あーちょっと待って、俺飛び系苦手なんだな今回な、マジで。いや当たんなくねこれ普通に。当たった、あーなーなー、この人、おお、飛ぶなマジでな、そっかよ、オッケー、飛ぶんじゃねえよ。てか王様どこ、こっちも行く、王様どこだろう、大丈夫これなんか、ルカちゃんお、おしゃれじゃん、羽飾りできたわ、ルカちゃんの頭に出るな、はい、ゲット、ああ出た、このちょっとちょっと、ルカちゃん、あって言ってる、かわいそうに、ふざけんな、かったいないからぞ、おい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 、無理あったわ、なんだこの透明おじさんは。ああ助けてくれ、俺は貴族なんだ、あいつらに混ざり物どもに食われたら俺も永遠に、ああそれだけだ、怪我さないでくれ、食われちゃったみたいですね結局のところ。開けます、オープン、お、両刃のタリスマン、装飾品ですね、これは何が増えるんだ、これか、連撃の最終攻撃を強化する、ってことは連撃が多い武器がいいのかな、いや違うか、少ない方がいい、っていうかあれ行き止まりになっちゃった、下を崩した、危ねえ、こっちか、 OK、 センキュー、ここに行くと、ここ降りるのかな、下、センキュー、センキュー、評価ありがとうよ、サンキュー、エストビンの多分玉虫がいるな、ぶっ潰しとこう、エスト全開、これ上登れるってこと、あ、もう開いてもらった、なんだ、色褪せた黄金か、おお、金輪さ、登れる本当に、ちょっと待って、他、いやこれしかないんだよな多分な、うわこのパターンね、怖え、ゲット、ちょっと待ってちょっと待って、ここかな、ここ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、もうやだやだやだ、なんかいるな下にいっぱい、これジャンプ攻撃でいくか、あいよ、あいよ、危ない危ない危ない、はい、待って、見えない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 、危ない危ない危ない、危ないってだから言ったのに、もう何これ、さあ、でも角度がダメだ、これ以上下にレティクルが下がらないですね、ダメだ、しょうがないな、じゃあ一回出るわ、一回出るわ、あ、危ない危ない危ない、よしよしよし、はい、オッケーオッケー、はい、オッケー、こうすれば雑魚ですね普通にね、はいはい、危なかった、言葉を失ったよね、相変わらずの落下しムーブで、危ねえ、こんにちは、もういないかな、よっしゃゲット、お、ウィップ、ムチも別にあるんだね、ベッドでね、フレイルがムチ代わりなのかと思ってたけど、ちゃんとウィップも存在してると、特にあれはないですね、出血はもちろんない、イバラムチじゃないから、おお、なんか、お、ダックスよりなんかいいな、おお、あ、強いんじゃないこれ、意外と強そうな、なんかキック、はい、うわ、びっくりした。びっくりした。びっくりした。おなげじゃん。ビビった今のはマジで。はい。はい。びっくりした、本当に。シンプルびっくりした。あれ、子供殺しちゃったよ。お前、子供を殺すんじゃない、自分の。子孫を残せ、子孫を。な。カニ玉多いね。
同じ量しか取れないってことは、カニ玉を子供からね、取る方が効率がいいかもしれないですね。はいよ。ヒア。カニに殺されてしまったんですよね。強そうだな、これ。いっか。なんだ？獅子の根種？はぁ、あ、なんでしょうか？ハーフってこと？獅子とこいつらのハーフじゃない？危ね。あれ？なんか抜けそうだな。おぉ、まあまあ。あれ、のけぞるじゃん。大丈夫。これ無理してた。どうした？スタート取れる系？危ねえ。危ない危ない。強そうだけど。パリ取れんのかな、これ。パリ取れないかな。うわ、怒った怒った。一応取れんのかな。危ない。危ない、危ない。取れないか分かんない。分かんない、分かんない。殺される。このまま殺される。回復しないと。ここは堅実に回復していこう。うま取れるかな。回り込めないのうまくな。あれなんか結構受けずるな。お前なんかあんま強くないだろ。強靭度ないぞ。何も来てないから。はい、いて。はい、おー、いて。それ強いな。その戦技みたいなの強い。あぶね、後ろか。あ、いて、よくやってくれたな、お前。よくやってくれたな、来いよ。ほら、来い。こっちから行くぞ、この間な。ほい。ほい。お、なにそれ。はい。行くぞないのか。なんだ、お前は。なんだ、お前、本当にボスか。まだ出てくるんじゃないか。弱すぎるやろ。剣継ぎの体験。やった、なんか強そうなの取ったぞ。あれ？お父さんもいなくね？お父様にお手紙を渡しに来たんだよ、俺多分。女の子の。ん？お父様がいない。どういうこと？え、お父さんどっか他にいるのかな？お父様を探してあげなきゃいけないんだけど、あ、なんか、時間経っちゃった。お父様どこにいるんだろうな？ちょっとこの装備強いんかな。これ強そうだね。こいつの剣だもんね。筋力40。うわ、なんだこれ。あ、これさ、あれ、このゲームなんかゲームオブスローンズっていうなんかあの海外ドラマのあのなんか人が一緒に協力して作ってるらしいんですけど、僕ゲームオブスローンズめちゃくちゃ好きですごいいっぱい見てるんですよ。これさ、これ王座にそっくりだな。鉄の王座に。こういうなんかね、剣がね、あのなんか溶接して固めてあるんですよ。なんか。めちゃくちゃそっくりなんだよ。うん、めっちゃそっくり。あの、王座の背中に似てる。すごい。もう見てない方いたらぜひ見てください。めちゃくちゃ面白いと思いますよ。あの、まあ、ダークソウルとか好きな人はね、絶対見た方がいい。敵？なんだお前ら。お、なんだこいつら。怖っ。なんか透明マン。なんか怖っ、強そうなのいる。この怖っ。なんだこいつら。オッケー。怖っ。いや怖い。いてえな、てめえこの野郎。よくやってくれたな。やめろよ、トレンドに。お前、穴に入るな、穴に。戦いづらいが。なんだこいつ。何これ。何すんの、このとこで。アイテムじゃないんだ。はぁ、あ。さっぱりわからん。さっぱり俺は何を倒してるのかもわからないし、なぜこんなことになってしまったのか。そしてお父様はどこに行ったのか。お、これは目指す場所があるやつだな。よいしょ。お願いします。お、え、すっごい人やったけど、お父さんいなかったのかな。さっきかな。行きます。串刺しの近ぼ。たまにはね、ちょっとこのね、いつもなんか探検切り抜きでよくやってる洞窟なんですけど、
まあメインでいいでしょう、今日は。暇なしで。やっていかないとどうしようもないんで。さあ、近ぼってことで、降りたら危なそうだぞ。懐かしいな、お前。お前らか。おー、懐かしいね。久しぶりじゃないか、お前ら。出血ミニゴーレム。はい。お前らならフレイルにしよう。こいつら、打撃に多分、ジャブ機能が弱いですから。やっぱフレイルとこの、あれだね、蝶牙の持ち替えが俺は結構好きかもしれないですね。今作は。まあ、まだ他にもね、気に入った、うわぁ。お前かよ。フレイルじゃねえか、100%。うわぁわぁわぁ。もうあいつに。痛い。危ない危ない危ない。ちょっとなんかマントついたぞ。ちょっとパワーアップバージョンになってる、完全に。はい。はい。危ない危ない。これまさかこいつら無限湧き？あー、なんか湧いてくる系っぽいな。まあいやいや、どこ。だから、な、無茶すんなよ、ほんと。無茶すんなよ、ほんとに。いい加減にして。いや、マジ、いい加減にして、もっと。仕方ない。ボスから倒すしかない。と言いつつも、このミニモ野郎が。うるせえ。はい。消して、消し飛ばして、そしてお前の番だ。後ろ取らせい。いやいや、伸びすぎですよ、その剣。あ、頭が3つある。なんだ、今気づいた。頭3つあるぞ、こいつ。頭3つある。いていていて。邪魔だよ、お前。お前、マジでいい加減せ。OK。おいおいおい。おい、お待たせ、お待たせ。待たせたら行くぞ。打撃の力見せてやるよ。来い。行っちゃった、行っちゃった。なんか久々に戦うと分かんない。はい。はい。あ、ちょっと動きよくなってるね。はい。回復した方がいいかな。死んじゃいそう。いい加減で俺も。はい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 。来いよ、おら。来い。来い。来い。おぉ、出た出た、その振り返り。危ない。待て待て、ルカちゃん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 。持ち帰ってきた。持ち帰るためだから今。あ、出てきたっぽいな。ミニモン。なんかミニモンの音する。あ、クソ、ローリング出なかった。回復？ほら、来いよ。どうした？石像やろ。当ててみろ、ほら。オーラ早くしろ。なんでオーラ当ててみろよ。頭3つ。残念。ほら、いや、予選は作りも。雑魚に変わりねえ。アジンダンの違反。違反ゲット。アジンダンの違反取りました。いいね。よし、入り口に戻ろう。アジンダンの違反強そうじゃんね。出せるときに出したら。これかわいいな、この犬。この犬かわいいです。かわいいですね。違う、近いんだよ。お父ちゃんなんだよね。お父ちゃんどこにいるんだろうな、普通に。ちょっと待って。どこだろうな。もう一回こう戦ってる場所に来てみたけど。はい。あ、ここ来てないかな。いや、もう来たか。全部行ったと思うんだけど。なんだおめ。どけ！あれ？あいつ戻ってくる？上昇できないな、あいつ。あ、あれ？取ってないってことは来てないのかな、こっち。お、ナイスナイス、すごいすごい。無謀な戦い、ごめんよ。来てない、アイテム取ってなかったな。取りこぼしか？全然わかんない。とりあえず城に戻ってきたけど、なんだこれ、危ないな。落ちたらどうすんだよ、引っかかって。あ、いた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 、こいつか、お父ちゃん。おー、聞こう、見ない顔だな。私はエドガー、ゴードリック様からこの城を預かっていたが、
今やこのご覧のありさまでござんすよ。重木どもが危機してよく仕えてくれていると思っていたんだが、ずっと欺かれていたらしいな、でござんす。汚れ者とはよく言ったものだ。心まで汚れているんであろうね、ござんす。貴公には申し訳ないことをしたでござんす。何用があったにせよ、もうむしろもう答えられぬ。これはせめてものわびだ。受け取ってくれ。犠牲の細江だ。イレーナの手紙を渡す。そうか、イレーナが。感謝する娘が世話になったようだではござんす。だが私はまだここを離れられぬ。この島を落ちるとしても、首相としてやるべきことが残っているのでござんす。門の司法たるあの剣を汚れ者どもへ手に打たれることはできんでござんす。もし入れに会うことがあれば伝えといてくれ。やるべきことをなしたなら父はきっと迎えに行くと。よろしくでござんす。よっしゃ、私だ、すっきりした。よし、帰ろう帰ろう。ああ、もうすっきり、全部オールクリアの完全クリア、オールオッケー、完全オッケー。よっしゃ。イレーナちゃんはどこだっけ。あ、ごめん、こっちの方にいたような気が。どっちだっけ。あ、こうかな。ん、うわー、マジか。ちょっと嘘。うわー、これ汚れ、汚れにやられたのかな。うわ、かわいそう、マジか。胸くそ。マジかよ。せっかく手紙落としてきてあげたのに、遅かったのか、ごめんな。あー、はい、ということでね、今回はここで終わりにしたいと思います。せっかくね、ルカちゃんと一緒に手紙を渡しに行ったんですが、一歩遅く、イレーナちゃんをやられてしまいました。ということで、また次回ぜひエルデンリングよろしくお願いします。ちょっと僕はもう今日のエルデンリングはここまでにします。お疲れ様でした。またね。